こんにちは、あきらです。今日はスポーツに取り組んでいらっしゃる方、特に最近競技能力が上がらないなとか、成績が上がらないな、技術が伴わないな、体力がつかないななんて感じていらっしゃる方は、もちろん仕事においてもね、なんか調子出ないなとか、うまくいかないなと思ってらっしゃる方にも応用できるスポーツパフォーマンス、競技能力ですね、を向上させる方法というお話をシェアさせていただきたいと思います。視聴者の皆様にお願いです。Twitter や Facebook にアカウントをお持ちの方は、いつものようにこちらからログインしていただきますと、ご意見、ご感想、ご質問を投稿していただくことができます。今日はそれに加えまして、私の話を聞いて、あ、いいなと思ったことは、ぜひ、Twitter や Facebook でね、どんどん拡散していただきたい。そうしましたら、今日この番組をご覧になっていないスポーツ選手の方とかね、あるいは仕事で悩んでらっしゃる方、ね、本当に今日のアドバイスが必要な方の目に留まって、その人たちが、技術が向上するとかね、仕事がうまくいくっていうきっかけになるかもしれません。そういったね、人助け、人の役に立つこと、素晴らしいことができますので、ぜひ、あ、いいなと思ったことね、Twitter、Facebook で書いていっていただきたい、このように思います。また、今日ご覧になっていらっしゃる方、スポーツされている方、聞いてるだけではね、20分ぐらいで忘れてしまいます。それを文字にすることで覚えます。あるいはそれを残すことによってね、また復習することができます。ぜひ、Twitter や Facebook ね、お持ちの方は、どんどん書き留めていただきたいと思います。はい。それではね、スポーツパフォーマンス、競技能力を向上させる方法。私の経験、そして私の周りにいた選手、一流選手を含む多くの選手たちを見てきたこと。それから私が教えてきた選手たちの成長ぶり、あるいは他の競技スポーツの選手の練習風景、メジャーなスポーツの選手の、メジャースポーツの一流選手のね、様子、そういったところを観察した結果、分析した、スポーツ競技能力を向上させる方法、シェアさせていただきますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。はい。スポーツパフォーマンスを向上させる方法、大きく分けて、ね、大きく分けてですよ。4つあります。大きく分けると、この練習。ね、当たり前ですね。練習。それから、イメージ。これイメージトレーニングのことですね。それから3番目が、好きであること。はい。それから4番目の栄養っていうのは、この食事のことですね。食習慣のことです。はい。まあ大きく分けてこういう感じなんですけれども、この栄養っていうのはね、食事のことなんですが、いつもあきらテレビでお話ししてますようにね、バランスの取れた食事をとるっていうことですね。ジャンクフードとかね、偏った食事を、習慣的に取らないっていうことですよね。高タンパク、それから低脂肪、ね、肉はほどほどに、野菜を多くとるということを気をつけていただくということですね。これはいつも、よく申し上げていることですが、まあ、最後にさらっとおさらいしますね。今日はこの上の3つを重点的にお話しします。はい。この練習、1番目の練習ということですね。これはとても当たり前に聞こえることだと思います。ね、どのコーチも練習、練習しろって言いますよね。まあ、でも多くのコーチがここで止まっちゃってるんじゃないかなっていう気がします。練習しろ、練習しろとは言いますけどね。具体的に練習の中身、これがとても大切です。ね。ただ漠然と練習してるだけでは、パフォーマンスは向上していきません。ね。はい。まあ、意外なんですけれども、スポーツに取り組んでらっしゃる、まあ、選手の方たちですね。ただ、漠然と練習してる。ね。惰性で練習してるっていう人、意外に多いんですよね。一流選手も意外に、
惰性で練習してる。ね。練習時間になったら練習に行って、コーチに言われたことをやる。ね。あるいはいつものルーティン通りにやる。ね。練習時間が終わったら着替えて帰る。ね。で、そういう人意外に多いんですね。はい。ですが、練習っていうのはね、目的意識を持ってやらないとなかなかね、身につかないんですよね。はい。ただね、練習時間になったら行って、ストレッチして、いつもの練習メニューをこなして、終わったら整理体操をして帰るっていうね、ことをしてたら、なかなかパフォーマンスっていうのは向上してきません。はい。目的意識っていうのは何かって言いますとね、今日はこれを重点的にね、マスターしよう。そういうふうに決めとくんですね。はい。例えば、私がやっていたレスリングっていうスポーツね。ただ単に、練習場に行ってね、惰性で練習していると、ストレッチをやって、監督が言う、あれやれこれやれっていうことをやってですね。で、最後にスパーリングやって、好き勝手にね、自分の技をやって、終わって帰るっていうことなんですが、目的意識を持つっていうのは、今日は、例えば A という技。A という技を重点的に練習する。ね、スパーリングっていうと、どうしても自分の得意技ばっかり相手に仕掛けようとするんですが、その自分の得意技はね、もう上手いに決まってるんですよ。はい。ですから、自分の得意技以外の、例えば A という技を今日は決めてみようっていうことでね、それを重点的にね、相手に仕掛ける。あるいは自分がやられて苦手な技。そのディフェンスを重点的にやる。もちろんスパーリングの前にですね、技の練習ね、技練習するときにですね、今日決めたテーマの技を重点的に練習する。今日ディフェンスしようと思った技を相手にかけてもらって、それを重点的にディフェンスの練習をする。っていうことをするんですね。はい。そういうことをしていると、一日に一つ、技をね、身につけていって、1年後にはね、300個ぐらい技が身についてるってことになりますよね。はい。まあ野球なんかでもそうですよね。例えばバッターの人がね、自分は例えば外角高めのコースのボールをね、打つのは得意っていう人はね、この打撃ピッチャーに投げてもらってね、その球ばっかり打つんですね。それはもうその球を打つのはとても得意ですからね。それ以上向上しないんですよ。本当に上手くなろうと思ったら自分の苦手な球、例えば内角低めの球っていうのが苦手だったらね、そこを重点的に投げてもらってそれを打つ。ね。試合形式の練習でもそうですよね。目的意識のない人っていうのは試合形式の練習においてもですね、自分の好きな外角の球が来るのを待ってるんですよね。で、内角の低めの球は打たないんですよね。そうではなくて、まあ、練習なのだから、その内角低めが来たらそれを打ってみようということをするんですね。そういうことによって弱点も克服されていくわけですよね。はい。この練習をしたら、この目的意識を持つということをね、意識していただきたいと思います。はい。それからですね、当然反復練習、これ大切ですよね。はい。反復練習、何度も何度も繰り返しちゃって体に染み付かせるっていうね、ことですよね。これは一見、それイメージトレーニングじゃないのっていうふうに思いますけれども、まあ確かにイメージトレーニングです。反復練習っていうのはイメージトレーニングですけれども、何回も何回もやって体に身につかせる、脳にね、インプットするっていうことですが、そのイメージトレーニングを、さらに効果的に行うにはっていうのをね、今から説明したいと思います。練習が終わって家に帰ってね、何もしない、ね、ご飯食べて寝るだけっていう人が意外に多いんですけれども、他の選手と差をつけるにはこのイメージトレーニングっていうのがね、すごく大切なんですね。家に帰ってからも今日習得してきたことっていうのを何度も何度も頭の中でイメージしながら反復練習するんですね。具体的にどういうふうにイメージするのか、ただ単に習ってきた技を反復するのではなくて、自分が素晴らしい選手になったつもり、
例えば野球をね、やってらっしゃる方っていうのは、一番素晴らしいバッター、例えばイチロー選手、自分がイチロー選手になったつもりで反復練習するんですね。頭の中のイメージは自分はイチロー選手です。ね、イチロー選手の素晴らしい打撃、ね、あるいはイチロー選手の素晴らしい守備、ね、レーザービームのような返球、それを自分がやっているイメージを頭の中でしながら実際に反復練習するんですね。実際に自分がイチロー選手になってください。ね、イチロー選手の素晴らしいプレー、ね、今ビデオでいくらでも再生できますよね。あの素晴らしいプレーをですね、顔だけ自分に変えてください。そして自分がイチロー選手になって反復練習します。そうですね、なりきる。練習、まあ、反復練習はここの練習であり、そしてイメージトレーニングであるんですけれども、それをなりきるんですね。最高の選手になりきる、最高、最高の選手になりきるってことですね。例えば、野球でピッチャーやってらっしゃる方、ね、もうダルビッシュさんになりきってください。ね、素晴らしい速球、素晴らしい変化球を投げるダルビッシュさんの映像をですね、頭に思い浮かべます。顔は自分になります。ね、で何度も何度も見たあのリプレイ、ね、あのシーン、自分がやっています。ね、そういうイメージを頭にインプットしてください。で、次にですね、もう一つ大事なことがあります。自分がその素晴らしい選手になりきる、非常に大切です。もう一つ大切なこと、もう一人素晴らしい選手を思い浮かべて、その選手を打ち破ってるシーンっていうのもイメージしてください。ね、あなたがバッターであるならば、あなたはイチロー選手になりきっています。イチロー選手と全く同じプレーをできます。ね、で、ダルビッシュ投手の素晴らしい変化球を打ち返した、ね、素晴らしいストレートをボーンとホームランしたっていうシーンを何度も何度も思い浮かべながらスイングの反復練習してください。ね、レスリングをやってらっしゃる方、まあ、あんまりいらっしゃらないと思いますが、あなたは最強のレスラー、ね、最強の選手です。かつてアレキサンダー・カレリンって言ってね、13年間無敗の素晴らしい選手がいらっしゃいましたが、彼になってください。ね、顔だけあなたです。あなたはカレリン選手と同じ技ができます。ね、同じ身のこなしができます。そしてカレリン選手と同じぐらい強い選手、ね、かつてマット・ガファリー選手とかいましたけれども、マット・ガファリー選手をぶん投げてフォールしてるイメージ、そういったイメージを頭にしながら何度も何度も反復練習してください。そうすると自然にですね、それが当たり前のように思えてくるんですね。それが自分にとってナチュラルというふうに思えるわけですよ。人間というのはですね、脳が、当たり前だと認識していること、ね、これはできると認識したことは体がちゃんとついていってくれるんですね。脳を騙すんですよね。よくね、機嫌が悪い時とかね、ちょっと腹立たしいことがあった時ね、ああもう腹が立つなっていう時にね、どうすればいいか、それはね、笑えばいいんですよ。そんな気分の時に笑えるわけないだろうっていうふうに思われるかもしれませんが、そういう時は口角をこのように上げるんですね。無理にでも口角を上げます。口角を上げるっていうことは、脳にとってそれは笑ってるって意味なんですね。なので脳は、今私は笑っている、すなわち機嫌がいいというふうに認識するわけです。そうすると不思議なことにですね、口角を上げるだけでだん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 腹立たしい気持ちが収まってくるんですね。自分の思考によってですね、脳を騙してですね、
体を反応させることができるんですね。本当にそんなことができるのかっていうふうにね、そのスポーツにおいてですよ、そんなことができるのかっていうふうに思われるかもしれませんが、それは間違いなくできるんですね。はい。例えばね、ここに、とても軽いですね、このホワイトボードを消すものがありますけれども、これを、拾えと命令しますよね。まあ誰でも拾えますよね。これなぜ拾えるかというと、これは重くないものっていうふうに分かってるからですよね。ところが、ここにですね、30キロの鉄アレイがあるとします。はい。私はその30キロの鉄アレイ持ち上げることができます。なぜなら、ジムでいつもそのぐらいの重さのものを持ち上げてるからです。ですから、脳にとって30キロのダンベルを持ち上げるということはね、当たり前のことなので、簡単にできるんですね。だけれども、この隣にいる、敦子さん、30キロのダンベル持ち上げてくださいって言ったら、どうですか？多分、ちょっと無理です。ちょっとだけ？ だいぶ無理です。無理ですよね。はい。はい。なぜ無理だと思いますか？持ったことないから。持ったことないからですね。まあそうなんですよ。普通ね、30キロのダンベルって結構大きくてですね、もういかにも重たいっていうね、風貌をしてるんですね。で、普通女性なら間違いなくそれ見ただけで持ち上げようとは思いません。だけれども、私が嫁さんにね、30キロって持とうと思えば簡単に持ち上がるよと。こうやって両手を使って、こんなふうに腰を曲げないで、膝からこう曲げて、このまま、全身の力を使って、膝の力を使ってギュッと持ち上げると持ち上がるよっていうふうに、知識豊富な人、信頼できる人から説明されたらどうですか？やってみようかな。できるかなって思う。で、実際にできるんですよ。30キロぐらいのね、ダンベルだったらね、持ち上げることができるんですね。本はい、当。できます。まあ、いくらね、暗示かけたって、まあ、200キロのものは上がりませんよ。200キロのものは上がりませんけれども、例えば100キロぐらいのものだったらね、上げれる可能性はありますね。はい。もう一つ例を言いますと、例えばね、ものすごい田舎の、地域でですね、まあ、駅があります。無人駅です。誰もいません。ホームにいるのは、あなたともう一人だけです。ね。そのもう一人の人が、ふらふらふらっとちょっとめまいを起こして、線路のところに落ちてしまいました。で、落ちたショックでね、失神してしまいました。で、あなたは30秒後に電車が来るって分かっています。で、反対側のレールの方は当分電車が来ないって分かっています。じゃあ、そのシチュエーションでですね、どうするかっていうことですよね。私なら、迷わず線路に飛び降りて、その人を引きずって反対側のレールの方に移します。なぜかっていうと、私は、そのレスリングをね、長い間やってきまして、自分の体重の人をですね、85キロの人をね、持ち上げたりっていうことをずっとしてたわけですよね。だから普通の人が、線路に寝転んでるぐらいではね、線路に寝転んでてもね、その人を持ち上げて移動させることぐらいわけないっていうことが分かってるから、私は30秒時間があれば十分それができるっていうことをね、分かってますから、それを実行します。ところが、敦子さん、70キロぐらいの人が線路のところに落ちましたと。あと30秒で電車が来ます。その人を助けに降りますかって言ったら、ちょっと難しいよね。っていうか、その電車が来る方向に走ってって、運転手さんに「止めて止めて」ってやりますよね。だけれども、70キロの人をね、引きずっていくっていうことはできるんですよ。だけど、30秒の間にね、そのことを説明されても多分いかないと思います。だけども、例えばね、まあ、うち子供いませんけれども、自分の子供が落ちたら行くでしょ。自分の子供が70キロでも。でも、できるんですよ。よく火事場のバカ力って言ってね、火事の中でですね、ものすごい重たいタンスをバーンとね、庭に投げるっていうこともありますけれども、
できるんですよね。実際に脳がね、やれって命令したことはできるんですよ。そうやれるっていう前提でね、脳がそういうふうに思い込んでたらできるわけですよ。はい、ですから、イメージトレーニングをすることによって、ね、このイメージトレーニング、もうそれもリアルなイメージですよ。漠然とイメージするのではなくて、リアルなイメージを頭に描いてですね、それを持って反復練習します。はい、そのことによって実際に筋肉がついてきます、ね、実際にそういうふうに運動、そういう運動能力になるように筋肉が脳によってですね影響されてくるわけですね。心身は一体っていうふうに言いますが、心と体は強調しています。はい、脳が絶対にできるというふうにね本当に思い込んでいれば、もう潜在意識、あなたの知らない潜在意識のところにまでそれが届いているならば、必ず体も反応するようになります。はい、私はね、あの現役時代そこまでまだ何て言いますか、相手がね世界最強の相手を打ち負かしてるっていうところのイメージトレーニングまではちょっとしなかったんですが、ただ自分のライバルたち、次の試合で当たるライバルたちね、俺よりちょっと強いっていうね、ライバルたちの顔を思い浮かべながら彼らをやっつけてるイメージトレーニングっていうのは何度も何度もやりました。そしてそれは功を奏しました。はい、自分よりも実力のある相手、イメージトレーニングで勝つことができるんですね。はい、ぜひぜひ、自分がね最高の選手になりきる、そして、もう一人最強の敵を打ち破るっていうねシーンをですね何度も何度もイメージしながら反復練習していただきたいと思います。はい、それからねもう一つ、この3番目、好きであることね、その競技がとても好きっていうことですね。これも意外にですね、そのスポーツやってらっしゃる方、そのスポーツを愛してるっていう人がね多くはないんですね。はい、あのレスリングのようなマイナースポーツね、レスリングなんてすごい普通やりたいと思わないですよね。すごいマイナーですよね。だからレスリングやってる人はさぞやレスリング好きなんだろうっていうふうにね、お思いになることが多いかと思いますが、実はね、レスリングやってる選手でね、レスリング好きな人って少ないんですよ。ね、不思議なことに。なんでやってんの？なんとなくやってるんです。例えば勧誘されたからとかさ。ああ、そうなんだ。うん、そうですね。なんとなくやり始めたら、体験入部したらなんかやめられなくなったとかね、うん、意外にそういう人多いんですね。マイナースポーツのレスリングでさえそうですからね、例えば野球とかサッカーというメジャースポーツの人ね、意外にその小さい時からね強制的にその親にねリトルリーグに入れられて始めたっていう人が多くてね、うん、で、高校強いね野球部に入って甲子園に出て、ドラフト会議で何位かに指名されてプロ野球に行ってね、他にすることもないし、プロ野球ね新人でもいきなり数百万円、契約金何千万円、年俸数百万円もらえますからね、それは行きますよね。そうするとそんな好きでもないのに長くプロ野球にいたりするんですよね。はい、意外に多いんですよ。で、私もですね、実はある時期までね、そんなにレスリング好きだったわけじゃないんですよ。ね。でね、私がなんでレスリングを始めたかというと、私はプロレスに行きたかったんですね。プロレスラーになりたくてレスリングを始めたんです。プロレスの世界にはね、レスリング出身の人結構多いんですね。ですからレスリングでいい成績を上げて、そしてプロレスに行くんだっていうね、そういう目的でレスリングを始めたんですね。ところがレスリングしてるとね、怪我がすごく多かったんですね。怪我がすごい多いのと、もちろん競技自体が大変ということでですね、なかなか勝てないっていうことが続いたんですね。あまりにも深刻な怪我も多かったものですから、もうこれはダメだなっていうことでプロレスに行くのは断念したんですけどね、やっぱりレスリングっていうものを一歩下に見てたっていう部分があったんですよ。本当プロレスが一番好きなのでね、でレスリングはプロレスに行くための手段として始めたものなので、プロレスを諦めた後もなんとなくレスリング
をその愛するっていうところまでいかなかったんですね。ところがまたまた大きな深刻な怪我をして、いよいよ今度はレスリング自体もやめるっていうことをね、考えないといけないなってことになった時にですね、はあ、俺レスリングやめたらどうなるのかな、寂しいなっていうね、なんか好きな人と別れなきゃいけないような、そんな心境になっていったんですね。でね、怪我がちょっと良くなってまた練習に行ったら、あーレスリングってやっぱりいいなっていうふうに思って、そこからレスリングラブになりましたね。ものすごく好きになりました。でそれまでね、私大きな大会でねいい結果を出したことがないんですが、28歳にしてねレスリングを始めて10年にしていきなり全国社会人レスリング選手権で優勝することができたんですね。はい、2000年30歳の時にも2回目の全国大会優勝ということになりましたけれども、本当にレスリングが好きだったから、レスリングラブだったからね、楽しく練習することができて、自分の競技パフォーマンス向上にね大いに役に立ったっていうふうに思いました。はい、やっぱりね、自分より素質がある人っていうのがね、まあほとんどなんですね。私はレスリングというか運動の素質がなかったんですけれども、周りの選手はほとんどの人が私よりも素質のある人ね、生まれながらにしてね、筋力が強いとかね運動神経がいいっていう人が、まあ、多いわけですよ。で私よりもねみんな早い時期からレスリング始めてますから、技も切れるわけですね。私よりもいい条件を持った人がいっぱいいるんですけれども、私の方がいい結果を出してる。なぜかというと、練習を人一倍したっていうのももちろんですが、イメージトレーニング、それから、好きだったっていうことが大きいのではないか。もちろんね、栄養学も勉強してね正しい食生活を送ってたっていうこと、もあると思うんですけれども、そういった要素、複数の要素が重なっていい結果をね出すことができたっていうふうに思っています。そして周りの選手を見ていてもね、やっぱり惰性で練習してるのではなくて、目的意識を持ち、そしてイメージトレーニングをしている人、そしてレスリングが好きだっていう人はやはりいい結果を出しています、ね、いい結果を年々、結果を上げてね出すようになっています。はい、あのねメジャーリーグでね一番有名な日本人選手って言ったらね、皆さんご存知の、ボー・アイ選手ですけれども、ボー・アイ選手はねよく私がかつてマネージャーを務めていたレストランにお食事に来てくださったんですが、お食事されてる2時間半ぐらいの間ねずっと野球の話されてるんですよ、一緒に来た人とね。他の選手そんな人いませんなんかもう他の話です。でそれをね、それが悪いって言ってるんじゃないですよ。もちろん選手によっては、オンとオフをねきちっとね、切り替えるっていう人もいらっしゃって、それは もちろん全然ねその人にとって正しいことではありますが、ただあんなに偉大なボー・アイ選手ね、有名ですよね。練習もね本当に目的意識持って、反復練習して体のケアして、イメージトレーニングして、それでなおかつ野球がとても好きであるね、好きじゃなきゃね2時間半ね食事しながらずっと野球の話一人でしまくるなんてことはできないですからね。はい、とても、野球が好きである、それであんなに記憶にも記録にも残るすごい選手になったんだろうなっていうふうに思います。はい、最後にですね、この栄養っていうことですが、当然バランスの取れた食事ですよね。特にスポーツ選手は高タンパク、低脂肪、まあ、高タンパクといっても肉からね、全てタンパク質を取るというわけではなくて、肉は、ある程度にしてですね、あとはね植物性豆とかね、豆腐とか、納豆といったところからタンパク源を補給し、そして野菜をたっぷりとって、疲れにくい体を作るっていうね、知識を身につけていただき、そして実践していただきたいなというふうに思います。でですね、この
スポーツパフォーマンス向上のために必要な4つの要素をお話ししましたけれども、これはね、当然仕事にも応用できると思います。ね、惰性で仕事に行くんじゃないんですね。ちゃんと目的意識を持って、今日はここにフォーカスしてね、お客様に喜んでいただくために、こういうことをしよう。ね、お客様の話をじゃあもっと耳を傾けて聞こうとかね、そういうことのね、目的意識を持って仕事をする。イメージトレーニング、ね、先輩の様子とか見てね、あ、先輩がすごく、成果を出してる、ね、どういうふうに接客してるのかなっていうふうに見てね、先輩のね、お客様とのトークのね、仕方をね、真似するとかね、それをイメージするっていうことをしていただきたいと思います。で、その仕事を好きになるっていうことですね。生活のために仕方なく仕事に行ってるっていうのではなくてね、その仕事好きでね、やってるっていうふうにね、思うと、必然的にね、パフォーマンスアップしていって、仕事に結果がついてくるっていうふうに思います。ありがとうございました。それではまた来週お目にかかりたいと思います。ごきげんよう。さよなら。あ、はい、ありが日本との皆うございま様、ゴールデンウィーす。クお楽しみください。はい、楽しんでくはだい、アメリカのさ皆い。様、おやすみなさい。さよなら。